お疲れ様です3月12日火曜日朝6時の相場解説になりますえ今日はですね予見できた下落止まりっていうのと今日はレンジで勝負する日になりそうだなってとこですえっと予見できたあ下落止まりっていうのはねもう再々お伝えしましたけどもこの陰線が冷やしで出て3バガラスを描いてそして4番ガラスになりましたねでこの陰線なんですけども見てください徐々に大きくなってるでしょ だから勢いを増して陰線を作ってますんで通常これがもっと伸びて下落をねどんどん加速させるっていう風に考えることができるんですよただし私がずっとお話していたのは下ヒげがなくなるんですよね下ヒげがつまり下落にブレーキがかった状態でのサンバガラスなんでこれは4つ目にもねあの大きな下落がかかるとこちらの方で止まるんじゃないかなってことをお話したところですでまさにそうなったかなってところですよね まあ、陽線自体はちっちゃくて、その次が陰線なんですけども、このピンセットみたいな下ひげ2本がね、暗示しているのが、もう下に下がりませんよってことなんですよ。で、本日は、あの、もうお分かりだと思いますけども、横ばいになってます。1時間見たらね、分かるんですけども。まあ、ですんで、そのレンジから、まあ、もう一発落ちることも考えられますけども、多分ね、下落が収まって、ここから理学だの新規の買いだのが起きて、上昇に転じるんじゃないかなってところですよね。 で、今、146円台ですけども、これが147円台に回復するのが今日だと思いますね。はい、それでは、えっ、ー、と、4時間の方を見ていきます。4時間の方ですけども、ちょうどここと同じような状態です。ここで下落が止まって、もう一発下落が起きたんですけども、ここではね、かなり長い間もじゃもじゃしてますよね。で、えー、移動平均線とローソク足の関係だけを見るとね、だけを見ると、 まだ下落トレンドが続いているというふうに見ることもできます。ただ、1時間に起きた変化を見ると、おそらくこの1時間並みの変化っていうのは、4時間を押し返すものになるだろうなと思えるんですよね。それがここですよね。もうちょっとしたら多分移動平均線の上に出ていくと思うんですよ。そうなってくると、徐々に4時間を押し返して、えー、短期的な上昇トレンドを作っていくと思います。 そもそも下落トレンドが短期的なものだっていうふうに申し上げました。えー、2つのコブはもう見なくなってきましたけども、ここで起きて下落トレンドが起きたわけですけども、だからこれがね1週間2週間続くものじゃなくて、限定的だってことの限定のその日締め切りが来たってことなんですよ。横ばいになりましたよね。はい、ではこの横ばい抜けて上昇に転じていくようなら、そこで倍を立てていきましょうってうことが今日の方針です。 下落に行くことはね、あまり考えられないんですけども、下に抜けたら下に抜けたで、その時また考えましょう。ちなみに、ゲ先を抜けたところが、下を抜けたっていう判断になるところだと思います。上を抜けたっていうのは基本的にこれですけども、まあ、この移動平均線をね、えー、クリアした時点でも、倍に入ってもよろしいかと思いますけどもね。本日はそんな形になります。それでは追加放送は、FX オリガルの皆様に今日はお伝えしますね。それでは、